みなさんこんにちは。ゆきでーす。サビです。今日はジュースジュースの YouTube 公式チャンネルに投稿されてたワンダフルワールドを見ていこうと思います。これはミュージックオン TV のスペシャルライブで披露されてた曲ということで、特別にって感じだよね。うん、1曲だけ YouTube で公開されてました。そういうのってあんまないもんな、普通。トークとかが本当はあるけど、テレビ番組中のライブ映像を流したってことやね。ワンダフルワールドの2023 10周年バージョンということで、新しくリニューアルされたアルバムに収録されてるのと同じ歌割りとかアレンジになってましたね。アルバムも届いて聴きましたんで、はい、じゃあ早速見ていこうと思います。じゃあ再生します。スタート。これはミフちゃんはいるかな。うん、ライブに行きましたけども、立ち位置はもうおそらく一緒です。全く、うん、私たちが行った時はミフちゃんがいなかったので、もうこうやって全員で歌ってる姿が見れるっていうのはすごい嬉しいなって思います。だから実際やっぱ左側やったってこと。そうやねそうなのよ、私たち側なのよ。本来一番近かったはずなのに会えなかったというライブレポもねやりましたけども、うん、この時にあのリアイちゃんがね超ノリノリだったっていうのをね、そうです、僕は見れてないんですけど、マジですっごいノリノリだったよ、この曲のここの時だけこの時はどうだったかな。普通ぐらいやな、笑ってる。でも好きな、あでもほらノリノリ、なんかこうふわ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 こうしてる感じが楽しそう。楽しいね。まあオールアカペラってことやんな、言うたら。うん、こんなさ綺麗に音色を奏でられんの、ここマジですごいと思う。簡単そうにやってるけどめっちゃ高度なことしてるよね。めっちゃ綺麗超綺麗じゃない、聞き入っちゃうこれは、うん、音の厚みがやっぱさすごいよね。そのライブレポの時も言ったかもしれないけど、うん、今のジュースジュースにしかできないことだと思うんで、思い出しましたよちょっとライブの感じも、ね、うんうん、わかる。いやめちゃくちゃすごいと思う。シャボン玉が待ってますね、シャボン玉が結構な量飛んでるけど、この番組の中で自分たちのやりたい演出みたいなのを決めるっていうトークがあって、うん、それでシャボン玉を散らしたいみたいなことを言ってたよな、うん、そのうちの一つだね。あらミフちゃん、めっちゃ可愛いな。うん、可愛い。めっちゃ笑顔やし。笑顔が一番よ。さあこの次の普通の日常。はいはい。普通の幸せだっけ？みんながそれぞれの動きしてるとこね。パッと見もう定点やから。うん。やってくれそうな感じやな、はい、そのまま。確か、ライブの時は、レイレイがラーメン食ってて。うん、食べてた。本読んでたりとかね。桜っちが、なんか定期店。料理してた。うん。で、この他はちょっとわからんからね。後ろのメンバーは、ね、うん。その辺はちょっと見てみようかな。これは全部みんな見てください私たちもそれぞれ見ました、うん、はい、シャボン玉をね捕まえようとしてたり、ね、捕まえようとしてたりね、まあ、いろいろありますんで、うん、あんた見てみてください。
ミフちゃん。いました。ここで歌ってたんや。ここはエヴァとユニゾンだったんだ。アルバム聴いただけじゃちょっとあんまわかんないよね。わからんかった。ユニゾンで一緒に歌ってるっていうのはわからんかったけど、こうソロで歌ってるところ、ミフちゃんが。それなんか結構わからんかった。うん。わかりやすかった。聞こえやすかったっていうか、あ、ミフちゃんだって言ってるね。Love. メガミですか？綺麗すぎます。五光が差してるよね。すげえな。今さ、また髪色変わったんだよ。あ、そうなん？ブルーブラックみたいな感じ、結構さ、やってんだよね、いろんな色。やりたい。最近。やりたいだけやるみたいな。うん、そうらしい。何でも似合うから、すごい。このルーちゃんのね、笑顔。うん。あなたの推しです、これが。はい。かわいい、今日も。このやっぱ笑顔やな、うん。リサチもさ、ちょっとそれよりやんな。うん。そう思ってる、私も。な、そっち系の。そうそうそう、同じ。系統の笑顔。そう、系統。さあ、前髪を分けて、ちょっと大人っぽく雰囲気してるんかな、エヴァちゃん。みんな可愛いよ。ここやね、拍手が。マイク持ってる。マイク持ってるからね。この今のこの踊りよりやん。これで、最前列にいた人の、踊り方を思い出しちゃった。ライブ行った時の。キレッキレになってる。ここやってた。めっちゃうまかった。角度とかもね。腰。ちゃんとしてた。うん、肩ちゃんと入れて。この眉毛が好きなんだよな。あー、表情ね。うん。ハの字っていう？うんうんうん。うん、ピッて上がった、ちょっと上がった。うん。これやっぱ自分で調節できるのかな？できんじゃない？やっぱそうなんだ。表情筋。マジでよく見るよな。うん。めっちゃ可愛いんやけど、これ。これこれこれ！タコちゃん。かわいい。な。マジでお姉さん。だいぶ顔変わったよな。うん。綺麗です。衣装もな、ちょっとセクシーめな感じにしちゃって。うん、だいたいソロは1番も2番もこう似たような感じなんかな。そういうわけでもなかった、うん、ちょっとわからへんか。わからない。そこまで把握してなかった。同じような感じの人が歌ってるかなと思ったけど。うん、この後のコーラスが好き。うん。最近のお気に入り。後ろにね、うん。なんて言ってるかわかんないけどね。うん、トゥーラブみたいな感じなのか。うん。何言ってるかわからないね。ここは情報求むだね。うん。わかんなかった、調べても。ここのソロ好き。わかる。めっちゃいいよね。俺もワンダフルワールドの、まあ、ソロを歌ってる人もまあ好きなんだけど、もうその人を中心とした感じで踊ってるこの感じがめっちゃ好き。うん、全く同じ振り付けをさ、周りで踊るやんか、うん。なんかそういうのなんか好きなんよな。このね。はい、はい、みんな。
ポン。かわいい。シャボン玉が復活しました。リチカちゃんも歌うまいもんな。うん、でもソロはあんま ないんかな、これは。そうだね、そんな気がする。ね。ここのラララで泣きそうになるもん、ね。感動しちゃう。めっちゃ綺麗だしさ、声も重なり具合がマジで絶妙にいい。この最後のトゥ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 ってところも好き。うん。急になんかおしまいみたいなエンディング感あるよね。感じになるところが好き。うん、ありがとうみたいな。うん。もう終幕みたいな。それが好き。このさパッパッとかさ、これリサッチのところで止めてるけどさ、めっちゃやってたやんか。うん。こういう感じでめちゃめちゃそのライブの時にやってた印象が、うん、すごい記憶にあります、うん、みんな結構口ずさんでたよね、音を。いきますよ、リサーチ見といてな、ほら、うん、パッ、ほら、エヴァもやってたね、今みんなしてる。さすがにジュースかな、白いけどね。みんなメンバーカラーのリボンつけてます。マジでこれ面白いよね。みんなバイバイって一人だけ飲もうとしてるっていう。さくらちマジで面白い。でも天然なんかな。先に飲もうとするっていう、な、強いよな、うん。これは全然マジで思うよな。これ最初見た時めっちゃ笑ったもん、うん、もうカメラとか気にしない、うん、乾杯やからまあ飲んでもいいっちゃいいけど、まあまあ、流れ的にね、うん、普通は分かるけど人それぞれあるからね。そうそうそう、普通ってさ、そうそう、自由、そういいと思う。そういうことです。ワンダフルワールドの歌詞をさくらっちが体現してくれてる。そういうことです。マジで可愛い、ごくり。いやー、よかったね。うん。やっぱこの曲めっちゃ好きなんだよね。あー。みんな好きじゃない？ジュースジュースの。それこそさ、この番組の歌ってほしいランキングみたいなのにさ、うん、1位だったよね、きっと。そうやな。もうアルバムにも収録されてて、今のメンバーで歌い直ししてるわけだけど、だいぶ曲の印象としては変わるかなって。個人的には思ってたんですけど、どうです？やっぱり昔やったらかりんちゃんのイメージがやっぱ強いって感じやったけど、うん、全然違う曲にまでなったかなっていう雰囲気があるかな、うん、まあオリメンもそうだし、今のメンバーもそうだし、それぞれやっぱ良さがあるなって改めて思いました。そう、それでアルバムが届いたんですけど、そのアルバムのさ、コーラスの部分に元メンバーかがコーラスで入ってたりとかして、すげえいい演出をしてるなっていうか、うん、エモいよね、うん、めっちゃ思った。そこは残してくれるんだっていう、まあ見ないとわからんレベルの耳なんであれなんですけど、うん、いや本当そう。なのでそういうのを最後のね書いてたんで、うん、それはめっちゃ感動した。あとジュースジュースのこのアルバムを買った人に聞きたいんですけど、なんかめっちゃヨモギの匂いしてませんでした？めっちゃヨモギだったよね、うん、草の匂いみたいな匂いがした、うん、嫌な香りじゃなくてね、うん、そうそうそう、うん、なんかヨモギ餅の匂い、そうそう、ね、
これはあのうちらのアルバムだけなんかなとちょっとそれが気になったんで、うん、もしあの私もそうでしたよっていうのがあれば、ね、うん、あ確かにそんな匂いがしましたとか、まあ、逆に違う匂いもあるかもしれんもんな、うんうん、きな粉みたいな、そうそうそれは気になったんでね、うん、ぜひなんかこういう機会があったら聞きたいなと思った一つなんで、うんうん、忘れてたわ、うん、ということです。それではミュージックオン TV で放送されたライブ映像を今日は見ていきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。